えっと大ヒット祈願ということもあったのでもちろん大ヒットできますようにってお願いはしたんですけど今、こう上映されている映画も多い中でやっぱりこう全ての劇場が空、ね、いてるわけではないのでそのほんと全国の劇場が無事に空いてそしてそこで地獄の花園が無事に見て笑ってもらえるような作品になったらいいなという思いを込めました。 私もそうですね、やっぱり今、状況的にはいろいろ厳しい状況だと思うので、とにかく皆さんが安全に健康であるようにということを願いながら、大ヒットの祈願もさせていただきました脚本がバカリズムさんで、監督が関さんって聞いた時点で、私はもう、読まずともやりたいっていう話をしていたので、もうなんかこう、気持ちが上がったまま脚本を読んで、設定の斬新さと。 そのテンポ感の良さともういろんなものに惹かれてすごくく待待ち遠しし現場を待ってましたね私も,もうバカリズムさんが脚本って聞いただけでなん,なんかよくわからない安心感といいますかあもうこれはもう大丈夫っていう謎の安心感で脚本読ませていただいてでやっぱりこう出来上がった完成した作品見させていただいたんですけど映像がも,うものすごく。 美しいんですけどそのなんか笑いとのギャップがの激しさがなんかそのちょっと違和感がまたさらに面白くてくて本当にとにかく見ていただきたいなという一心ですね今は広瀬アイリスさんが演じているランと一緒に食事をしている時にきに趣里が来て意見聞かせてみたいなシーンがあるんですけど <laughs> もうめちゃめちゃかっこよくてでも、なぜかこう嫌な圧はないんですよ。だからなんかああ すごいなんかすごい2人が目の前にいるっていう気持ちになってもうなんか惚れまししたた女ととてて <laughs> かかっっこよかったですとっても最初どうなるんだろうって、まあ、脚本だけでもすごい面白かったんですけど衣装合わせだったりとかメイクのテストみたいな時にあのメイクされた時にちょっと大丈夫かなって正直すっごい不安だったんですけど周りの偉見さんだったりとかあの。 あの大島さんとか皆さんのまあヘアメイクだったりとか衣装を見た時にあこれじゃ弱いんだこれだと負けちゃうんだと思って自分からも結構案を出させていただいたりとかはしたんですけどまあビジュアル的には本当にインパクトがあるので本当に予告を見た関係者の皆さんだったりとかお友達からもすごい連絡が来て。 あの映画すごい面白そうだねってすっごい言っていただけたので反応はやっぱりすごかったですね分かりやすく皆さん見ていただいているっていう感じがしましまたねあのアイライン青でしかもリップがパープルみたいな感じですねどす黒い,いあんなリップ売ってるんだみたいな <laughs> リップの色をね塗らせていただいたりとかしてるんですけどそれに比べてなおこはわ割と素顔に近いナチュラルメイクですよね。はい いやそうなんですよだから普通、みんながおかしいはずなのになんか私、おかしいみたいになってきて、現場で。でやっぱ1人だけこう結構普通の OL として現場いるからすごい人たちがなんかスタジオ入ってくるのがなんか冷静に考えたら恐怖でそこに慣れちゃいけないって思ってる自分と慣れないとやっていけないって思ってる自分となんかすごいずっとごちゃごちゃしてました、感情が。 私はやっぱりあの普通のナ子たちの会話あ本当にこういう会話女子ってしてるなーみたいなのを本当にうまいことバカリズムさんが本当に脚本に落とし込んでくれてるのでくすっと笑っちゃうような会話がすっごいたくさんあって面白いなと思いましたね直子たちが食堂でなんかそれ炭水化物だよえそうなのみたいな <laughs> でも野菜だよ <laughs> ああたたみたいなはい、はい、あのシーン結構好きなんですよね。<laughs> 何気ない日常なんだけど、うん、あ,あるあるそんな絵みたいなシーンが結構散りばめられてます<う>普通にこうヤンキーチームの人たちもあのボロボロになりながら普通に仕事はちゃんとこなすっていう <laughs> あのシーンも結構可愛らしくて <laughs> あ、ちゃんと仕事すんだみたいな <laughs> 仕事には皆さん真面目なんですよねそうなんですよ結構そういう人間らしさみたいなものも普通に描かれていて <laughs> そこもまた可愛らしくて <laughs> なんかこう すごいビジュアル的にはすごい怖い人たちなんだけどなんかちょっと憎めないなみたいなキャラクターになってますうんやっぱりあれだけの暴言を吐いて人を投げ飛ばし殴り飛ばし蹴り飛ばしなんかこう凶暴な私はきっとこの作品でしか見られないとは思うのでそこをこう真面目にもやろうと思ったし。 今までの自分とはまた全然違う姿をお見せすることができたなっていうのはあるのでちょっとこういろんな普通の OL として生きていきたい自分と葛藤しながら誰かを守るために動く自分となんかこう一人の女性としてのなんか生き様みたいなものがすごく面白かったのでそこは全編通して注目してほしいなとは思います。 長野さんああいう強めのセリフ言うとき、なかなか言わないセリフじゃないですか私、本当に大きな声出すの苦手なんですよ。だからもう本当に嫌だと思って、嫌だって言ったらあれですけど、本当に嫌だと思って、監督に、え、無理、無理、無理無理ですとか言いながら、でも、イントネーションがやっぱ難しいんですよ、なんか、なんていう言葉だったっけなんかすごい言うじゃないですかあれもなんか。 ちょっとずれるだけでなまってるように聞こえちゃったりしてでどれがなまってるのかどれがなんか標準なのかがわからないから監督にずっとど,うやどれが合ってますかとか言ってつば吐いたりとか血吐いたりとかするところも全然吐けてないって言われてだって吐いたことないですもんみたいなやり取りしながらはい頑張ってましたそうですねあの私はまあトレードマークのコーンロー。 をあのヘアスタイルとしてやっているんですけどあのお,のおのこう回想シーン昔の学生時代だったりとか OL になる前の,あの紹介 VTR みたいなところがあるんですけどそこでもコーンローをしてるんですけど本当に数十秒のシーンのために1時間半かけてコーンローをやり直したんですけどその時のコーンローもまたすっごくかっこいいのでちょっと瞬きなしで。 一瞬なのでそこも注目して見ていただけたらいいなというふうに思ってます毎回このねコーンローを編んでくださってるあの方がいらっしゃったんですけどもう毎日こうねやってくれてすごい助かりましたでもすごいあれキープするのがすごい大変だったりとかケアがすごい大変だったりとかしたのでなかなかちょっとプライベートではっていう感じなんですけど <laughs> こういう機会にこうコーンローの,あのヘアスタイルできてよかったなと思いました じゃん、なるほど長野さんからいきましょうか、長野さん <はっ S 1> 続編、これはもう、個人的な願いが強め、あの <laughs> 全然あの、続編やりましょうと大人もう言ってくれないです、まだ。別に何も言ってくれないので、ここで今、圧をかけとこうかなという。<laughs> えでも結構、みんな、続編やりたいよねみたいな感じで話してましたよ。現場で七尾さんが あのまだ撮影中に本当に面白いから続編なんか本当はね国またいでできたらいいよねとかいう話をされてたんですよ。なんでキャスト代表して願ってはいるんですけどちょっと大人の人がどう動いてくれるのかっていうのは,は楽しみですね。の前でで圧かけるっていいすねなんかやっぱ日本日本のっていうかあの中の OL の中でやってたけどまた OL とは違う。 業種の人出てきても面白いよねみたいな話を勝手にこう身内で盛り上がってはいたんですけど、はい、世界中の、まあ、OL さんと言われるような、ね、職の方はいらっしゃるのかな、うん、世界中の OL ってことですかね世界中の OL を倒していくっていういい <laughs> 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 いいでですすねねかっこそして七尾さんは、はい、修行行は、ね、はい、はい、私は修行なんですけどまあその もう続編は私も,もう作品、撮影中にもすごい話してたのでもう同じ気持ちなんですけど、まあ、個人的といったらちょっと修行をするのが私、最近好きで、はい、修行するのが好きこの前あの、滝行に行ってきましてえーすごいちょっとそういう修行みたいなものをちょっとやって,いってみてもても面白いかなとうう思いまして。 修行を極めるってことです,かす修行を極める <laughs> <laughs> 謎の何がありますかねなんか昆中で泳ぐとかもありますもんねありますね,ね<え>んなんか多分日本って特に修行みたいなのすごい多いじゃないですかちょっと今こういうご時世ですから心身ともに鍛え上げていこうかなっていうのがやっぱりありまして修行をこれからはちょっとしていこうかなと、はい、すごい ナノおさんがどんどん強くなっちゃう。そうなんですよ。よちょっとこれ以上強くなりすぎてもちょっと困っちゃうかなと思うんですけど。<laughs> はい、やっぱりっこ,いいこの O. L. の世界のように。やっぱり個人で。やっぱり戦う姿勢を。極めていけたら。個人戦ですよ。これからは。<laughs> 個人戦ね、これからの時代は。はい。わ、はい、かりました。<laughs> 修行を経ての続編ということですね。はい。ね、パワーアップしたね。ちょっと続編に臨みたいなと思ってます。すい,いいつながりですね。<laughs>